皆さんこんにちは、ワンダリエルフィジです。では今回は信長の野望革新パワーキット仮想シナリオ対抗の本続きをプレイしていきたいと思います。でこの仮想シナリオはですね、徳川 vs 豊臣というのが、大きな構図になっているんですけども、今回は豊臣で担当をしていっています。で現在の状況なんですけども、例えば黒田家なんかはですね、豊臣系ではなくて徳川と同盟を結んでいたり、あとは土佐の山内家もですね、豊臣系ではなくて徳川の家臣になっているというような状態です。なので、徳川に対して豊臣が一枚岩ではないというところがあります。で今回は早速なんですけども、ガサン戸田城に徳川の軍勢が迫っているという状態です。で今画面の中央にパンしましたが、このガサン戸田城は戦国時代はね、天子家の拠点があって、その後毛利に接収された場所なんですけども、今はここにですね、東道高虎隊が鳥取城から5000、さらに遠く北の省からも軍勢が出ているという状況で、これの防衛戦をやっていかなきゃいけないというところになっています。で基本的なこの防衛戦の戦術なんですけども、ガッサン戸田城はですね、山城なのでデフォルトの状態で平城よりも若干防御力が高くなっています。とはいえね、やっぱり攻め込まれるとかなり厳しい城にはなるので、ここにですね、吉田郡山城から福島正則を出陣させます。で今大和郡山城にパンしてますけども、大和郡山城はですね、対徳川の最前線になって、ここを突破されると大阪城二条御所と危うくなってきますので、ここの城のね、増強を行っていきます。まずは門を強化しましょう。であとですね、ちょっと離れたこの岸和田城に鉄砲5000あるので、ここにですね、鉄砲を移して岸和田城は鉄砲隊を編成できる城にしたいと思います。なのでここにこの後鉄砲と人材を移します。はい、ではですね、今貿易を行っていきたいなと思うので契約を結んでいきます。諸外国イスパニアとの契約、これに紙を使いましょう。でイスパニア何がいいかというと、鉄砲系の、技術をねくれるようになるので、これしっかり貿易を行って有効度を高めてい、きたいと思います。紙はね、堺の商人と取引して増やしました。で大和郡山城の方なんですけども、防御施設をね建てておきます。鉄砲櫓を建てましょう。であとは罠ですね、罠をたんまり建てます。であと筧重造なんですけども、この筧重造は、岸和田城に入れて、岸和田城で、鉄砲隊を編成してもらいます。この筧重造の何がいいかというとですね、唯一、この豊臣家の中にあって鉄砲の戦法二段撃ちまで、習得しているので、彼をね鉄砲の多い岸和田城に派遣して、いざというと岸和田城から鉄砲隊を使ってですね、敵の迎撃に出てもらおうという作戦です。でイスパニアとの交渉です。ここはね紙を渡しますので、確実に貿易はできると思います。で貿易する品はねガンガン貢いで、早く鉄砲隊の強化を行っていきましょう。で鳥羽水軍との交渉か、これも成功したいんだけどな、金がちょっとないので厳しいよね。お金があるときにまた出直していきます。で今東道高虎隊がガッサン戸田城に来ましたので、ここでですねいよいよ出撃していきましょう。勝本が城に戻ってきましたので出陣です。マック勢力で出ましょうね。で入り口あたりでね待ち受けます。で高虎がガッサン戸田城に張り付いたらですね、福
福島正則で小詰決戦に挑んで、敵が撤退するところで確実に勝元と協撃のもと高虎隊を壊滅させるとこういう作戦です。東道高虎隊をね、思惑通り壊滅させることができそうですね。できれば捕らえたいよな。捕らえられれば一番嬉しいかな。これで壊滅させられるはずですね。壊滅のみ。残念ながら敵のね、捕獲には失敗しています。宮本武蔵600か宝禄600、武勇102、まあ、統率は低いですけど副昇格で入れたら効果があるかもしれないですね。おっと、我が領内に向かって出陣。中村城から、あ、敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。これも四国ですね。場所はここです。ここは水軍衆に守らせておいて一旦放置しましょう。佐竹との技術交換交渉ですね。破壊城をもらいたいので鉄砲鍛冶供与しましょう。まあ味方ですからね、特に拒否する理由もないと思います。でも板島港がちょっとピンチなので黒瀬城から軍勢を出して、まあ救いに行きましょう。間に合ってくれるかな、ちょっと微妙ですね。板島港は放棄するしかないですね。聞くぞ。大阪城の周りに敵が多すぎる。まあ、一騎勢が暗躍しているなっていう感じがね、すごくしますよね。よし、鳥羽の水軍衆と金5万で、協定が結べそうですね。まあ、これは醤油を差し出して5万相当ということで協定を結んじゃいましょう。大和郡山城がだいぶ強力になっているので敵もなかなかね攻めてこなそうですね。一方またここか、ガッサンと田城が最前線になるな。まあ戦略戦い方は同じでいいかなと思います。敵がね、ガッサンと田城に取り付いたら、まあ、これを迎撃していくという作戦で展開していきます。で鳥取城がガラ空きになっているのでこの機を逃さずですね、ちょっと正幸の部隊を出そうかなと思ってます。周辺で敵徳川軍が集結している拠点がなければ大規模な遠征はないと思うので、二条御所から出陣します。正幸同士討ちを引っ提げて兵1万。これで狙うは鳥取城、ここをね、奪い取ってしまいましょう。雪村正幸親子合計2万で鳥取城に攻略を仕掛けていきます。まあ、それでもまだ御所大阪城それぞれ7000、5000と守備の兵力残ってますのでなんとかね鳥取城を攻略しちゃいたいなというところですね。二条御所に向けて正純の軍勢か、さらに天海も出てますので彦根城からのか、数それなりに多いな。二条御所か、ちょっとあんまり想定してなかったところだな。まあ、ただ鳥取城の防衛戦始めてる以上はこのまま、攻略戦進めてる以上はこのまま進みたいですよね。二条御所7400、防御兵力がこの程度、悩ましいな。正幸の軍勢は返すしかないかな。となると雪村だけで鳥取城が攻略できるかというとちょっとクエスチョンなので、この雪村の部隊は矢上城に転進しましょう。で正幸の部隊もこれは一度矢上城に転進。御所の軍勢7000でなんとか持ちこたえてもらいましょうか。矢上城攻略戦に変更します。いや二条御所早いな、敵の張り付きが早い。こんなに早く張り付かれたか。こうなると正幸の軍勢は御所に急いで戻る必要がありますね。では正幸隊が到着しましたのでこれで敵を
潰していきます。はい、別させてね。山と郡山城来たか。この時を待っていた。敵が来たな。数を確認しましょう。まず忠勝が6000、桐山御所からですね。あとは飯隊が8000、桑名隊が7000、菅沼隊が7000、さらに鳥羽港には5万の軍勢がいるのか。うわ、これはちょっと思ったより敵集結してるな。いやー、八神城の攻略進めたいところだったんだけどな。ちょっと残念ですけど、大和郡山城の防衛戦の方に移りましょうか。いや、これ10万規模の軍勢になりそうだな、敵は。大和郡山城の防衛のためには岸和田城ですね。ここは冒頭でお話してた通りですね、しっかりと鉄砲隊を用意していたので、この鉄砲隊を使っていきましょう。早打ちと二段打ち両方備えて8000で出陣。大和郡山城城下に着陣させます。で、この後ですね、どうだろうな、二条五条から真田正幸隊1万を出すでしょ。で、大阪城からも雪村が戻り次第1万で出撃。西賀城からも出陣させましょう。これはとてつもない戦いになりそうだな。長政を呼び戻して長政1万、まあ1万は無理かな、8000ぐらいだと思いますが出陣させます。7500ですね、出陣させましょう。さらに大和郡山城の軍勢を確保しておきたいので、改築1人やめさせて、西賀城からさらに兵4000を輸送します。では正幸隊も出陣させます。ここはね、なんとしても防衛をしなきゃいけないところなので、防衛をね、試みたいと思います。まあ、忠勝隊が郡山城にやってきましたね。これは罠に引っ掛けられると思うので、罠に引っ掛けて壊滅させましょう、早めに。さらに大阪城から雪村隊出陣させます。騎馬だと数が足りない、ここは普通に足軽隊1万で出撃。岡山城から宇多津港兵が攻め寄せてきますね。いや、これとんでもない数だぞ。我が領内に向かって出陣。10万規模だね、本当に。これをどう戦うかだな。合算戸田城の防衛戦ですね。まあ、ここは先ほどと同じ戦い方でいきましょう。我が領内に向かって出陣しました。正幸の部隊でまずは突入していきます。この数はちょっと想定してなかったな。まあ、つぶてですね。思い知れてくれる。まあ、同士打ちとかをうまくね、使いながら戦っていきましょう。雪村隊もね、入ってきてますので突入させます。で、正幸に関してはこちらで手動で発動していきたいので、先方を方針を手動に変更、同士打ちをね、確実にぶち込んでいきましょうか。同士打ちでどんだけ削れるかですね。いや、10万規模できたな、本当に。ちょっと想定してた以上の敵の数ですよね。同士打ち、よし、同士打ちで一気に兵の数を削っていく。で、あとは地道に進んでですね、前進、
敵の数を減らしつつ引き抜き、偽の情報とかそういうのもね流していきましょうか。偽の情報で敵を混乱に陥れる。だいぶ数減らしてきてるね。徳川軍10万を押し返そうとしている。さあ雪村の槍ブスマですね。どんどんはまってくれれば同士打ちをかまして徳川軍10万をなぎ払いましょう。いや強え、マジで強いわ正幸の同士打ち。これできるだけ追撃あるいは敵をね壊滅させられる部隊は壊滅させておきましょう。雪村隊でこれ滝川隊は倒せるね。よし、いやー被害は最小限でよくぞここまでやってくれた、さすがよ。では一度それぞれの拠点に帰りましょう。まあ、これ以上追撃しても追いつけないと思うので一度戻ります。で大和郡山城からもね部隊を戻しましょうか。岸和田城に返します。いやこれで本当にまずはね徳川軍10万をなぎ払いましたからね。亀山城どうだろう、これ攻略してしまいたいよね。市場建てられちゃいましたからね。徳川軍10万をなぎ払ったのはいいけど亀山城っていうね敵に拠点を作られてしまってるんでこれはこれで大いに問題ですよね。合算戸田城も防衛戦か。何、家康がこんなところを攻めてきているのか。これ家康討ち取る絶好の好機だな。ではそうだな、この合算戸田城の防衛戦家康が来ているってことを考えるとちょっとこの数だと心配ですよね。かといって援軍を出すのも難しい場所だよな。数ではまあほぼ互角ですけど相手が家康だということを考えると、まあ、正則だけでは心配ですよね。合算と太城落とされたくないな。正則はちょっと早めに回復してもらわないと。縄文が破壊されました。合算と太城が落とされるぞ。落とされた。ただここは諦めるのはまだ早い。奪還戦を試みましょう。大和郡山城に敵か。いや本当にえげつないな徳川軍は。さっきのね大和郡山城防衛戦はものの見事にはまりましたけどね。まあ、ここも同じく御所から軍を出しましょう。正幸軍同士打ちが入ってると本当に安定して強い。で大阪城から雪村を出したいところですけどね。この合算戸田城の奪還戦がうまくいくかどうか。中国の黒人衆がマジでうざい。マジ何なんだよ。あとは先方の連鎖とかがねハマってくれるかどうかってところですかね。というところでだいぶ長くなってしまいましたので今回はねここまでにさせていただいて次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。